柴田、おい柴田、プロレスリング柴田、お前この前の動画の時救命胴衣つけてなかったけど、釣りをするならば救命胴衣はつけとかないとダメだろう。お前は影響力があるんだから。俺もな、昔は救命胴衣をつけてない時があった。でも去年、いや一昨年か、救命胴衣をつけててよかったっていう時があった。ちょっとその動画を見てくれ。柴田、俺は救命胴衣をつけてて一命を取り留めた。だからな、お前も救命胴衣をつけて俺と一緒にレギングに行かないか。連絡待って。じゃあな。フルキャストしてナイスラックをですね、素早く巻き取ります。今日はですね、左右へですね、風が強く吹いてるんで、風の影響をなるべく受けないように息を操作して飛ばしていこうかなと思っております。